即興読み札カルタでございます。カルタです。このゲームはカルタの要領でカードを、ここに書いてあるカードを取り合うゲームでございます、はい、ただしですね、読み札をこの、取り札を見てその場で考えるという、うん、そういうゲームでございます、うん、ここに書いてあるフレンチトーストだなんだ、うんうん、ここが指定できる読み札を考えてください、うん、10秒以内に。なるほど、なるほど、はい、でそれで残り3人が取り合うというゲームでございます。なるほどな、取った枚数が1ポイント、はい、で10秒以内に読み札ができなかった人はマイナス1ポイント、はい、三巡して合計ポイントが多い人の勝利でございます、はい、一応不正がないようにですね、ホワイトボードに、何を指定するかを書いてください、はいはい、今日はですね、ガストのメニューからお一人5個ずつ書いてきましたので、草分けさん、トップバッター草分けさん、トップ草分けさんが読み札、うん、10秒以内です、用意スタート。この書いてるところヒント、何でもいいんですもんね、基本はね、そう、何て読むかは、はい、3、はい、鮮やかな、はい、フレッシュな野菜が入っているのかな、はい、はい、彩り野菜のとろーり温玉ドリアです。はい、正解、やった、取れました、ちゃんと温玉ドリア、林さん1ポイント、はい、なんだ今の読み札はそれでは林さんです、はい、じゃあお願いします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK です、いきます、はい、和風煮物、あっさはい、カズマさん、何でしょう、明太子と大葉の和風スパゲティ、違います、はい、あ、はい、熱々牛すき煮、はい、正解、熱々牛すき煮、はい、はい、はい、じゃあこれ、はい、で、牛って次言おうと思ってましたね、はい、うん、はい、鶏をカラッと美味しく、はいなんだそれ、はい、正解でございます、正解だったかやっぱり正解だったかそれはまあ限定できるからなでも一応考えたいよね、そう、もうちょっとなんかひねった、そう、ひねったやつ、札を言いたいんだけど、じゃあいきますよ、なんだけどね、人間性が出てますね、なんか最もシンプルだと言われていますそんなもんある、おぉ、マルゲリータピザ、正解、よっしゃ、勝負した、よーし、納豆とマルゲリータ、一瞬思ったんだよ、あれ、ね、ポタージュとか全然見てなかった、イタリアの食べ物とか言おうと思ったのに、そうなの、これは気持ちいい、いい読み札、いい読み札でしたね、はい、いいですか、はい、ごめんなさい、どうぞ、日本人の魂じゃないいや、それ主観だよ、大豆界のさすが正解そうなんだよな、生きて納豆だと思うけど怖いよそんなの魂とは限らないもん嫌いな人がいるから主観だからしょうがない、まあ今のはいいのか、当たっちゃったからしょうがないけど、意外とそのサイドメニュー的なのが残ってるね、残ってんだよね、そう、直接言えちゃうからね、サイドメニューは、うん、いじりようがないから難しいっていうのも読むとき、はい、うん、はい、米の上に出た米の上いやっ待って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 、どっちだ、待って、違います、やったー、やったもう、はい、マグロと、はい、これこれはこちらでございます、やったー、お手つきマイナスとかはないです、はないね、はい、じゃあよし、これにしましょう、はい、いきますよ、はい、うん、パンをこんなことにしちゃ使っちゃってないよおいおいどっちだ、おいおい、やりたすぎじゃねえかよ、どっちだ、勝負した、こんなことって言ってるからバカ、違います、違う、違う、そうじゃなかった、おい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 、何をあいつの真似しちゃってんだい、あの真似、さらにあはははは、正解、ピザの真似ね、独特だなあいつってピザのことだったのか人として見てるもんな、ね、これで終わりかな、そうですね、終わりです、はい、3枚1枚3枚5枚おーすごい、すごい、よけさんの優勝でございます、勝負したね、勝負したね、お手つきもあったけど、あ、そうね、お
って月マイナスにしてやればよかった、ね、結構あの人はね確実に僕を蹴落とすなんてなんでそんなことして蹴落とすのか分かんないあの動画とか最近見るようになったんだけど、うん、全然関係ないとこであいつ死ねばいいのにそんなこと言ってないよどういうこと言ってるな。いやいやこのゲーム負けたから面白くなかったっていうそういう発言がありましたからあ、そう、ふんってんってゲーム自体じゃなくて負けたから面白くなるっていうアメリカみたいなやつちょっとルールも自分に寄せようとしてる気がするんだよなそうだ、アメリカ